やってきたのはフィリピン。海外に行った？日本から飛行機でおよそ5時間。セブ島などの人気の観光地が多数あり、年間およそ50万人もの日本人観光客がやってくる南国のリゾート。そして両チームにクイズを出題するのは、県の宇野鈴木です。戦うお正月の新コーナーということで、世界にはまたまたすごいお金持ち大富豪がいるらしいんですよ。その大富豪のご自宅にですね、お邪魔してクイズを出題したいと思います。うわー、興奮してきました。もう息するの忘れてるもんね。大丈夫かな。今回宇野が訪問するのは年商1000億円、フィリピンのみならず世界で稼ぎまくるお金持ちの自宅。なんとその人物は昨年暴言で話題になったドゥテルテ大統領とも知り合いであるばかりか。1試合のファイトマネー推定150億円、フィリピンが誇るボクシングの世界チャンピオンマニー・パッキャオとも親友だという。そんなお金持ちはどんな家に住んでいるのか、首都マニラの高級住宅街に向かうと、ここだ、ホワイトハウス。目の前に姿を現したのは敷地面積およそ600坪、地上3階地下1階建てのまさに豪邸。いやすごいな。早速お邪魔させていただくと。おはようございます。お待ちしていました。わ、すごい、どうも。うわー、すごい、美女がお出迎えです。どうも、お邪魔します。すみません、わ、こんなに旅行のために。うわ、すごい。うわー、かわいい。もしかしてメイドさんの皆さんでしょうか。この家の家政婦です。ちょうど私が大好きな世代の方で。出迎えてくれたのは住み込みで働いている10人のメイドさんたち。マッサージ、調理、マッサージ、ネイルなど細かく担当が分かれている。とその時。どうも。ハロー。ハロー。ハロー。あ、どうも、はじめまして。君の名前は何だね。My name is宇野鈴木です。宇野さん。はい。おはよう。はい。この人物こそ世界のお金持ち、チャビット・シンソンさん。建設業、運輸業などを中心に世界中で100社以上の会社を経営する年商1000億円の実業家。私の名刺をあげよう。名刺？めっちゃ金。金色ですけど。本物の金を使ってる。まさにゴールドカードだろ。すごい、これ名刺が金なんですか。なんといきなりの金ピカ名刺。さらにこの時計金色ですけど、これはあれなんかダイヤが埋め込まれてるんですかね。いっぱいダイヤモンドできらめいています。ダイヤモンド and ブラックダイヤモンド。ダイヤモンド&ブラックダイヤモンド。文字盤の周りにダイヤモンドを惜しみなく使い、ベルトは金のロレックス。お値段は800万円。これあげようか。いいですか。嘘でしょ。これだってこの金の名刺だけでもあれなのに。うわこれ大変だ。うわ、手首がドキドキしている。お金持ちは冗談も豪快。さらにシンソンさんお気に入りのインテリアは、これはこれも金だよ。ゴールド。金でできた中国の神様の像だよ。中国の神様。 99.9% 純金ってわけ。なんとこの神の像、贅沢にもおよそ4キロの純金で作られており、およそ1900万円の一品。テーブルには氷をかたどった金の置物が。実はフィリピンでは現金よりも金を持つのが富の象徴として人気。もちろん
シンソンさんも金が大好き。家のあちこちに純金製のお宝が溢れているのです。綺麗だな。でも今回はそんなお宝の中でもとっておきを見せてくれるという、うん、え、金庫？金庫を開けようとするシンソンさん。右に回したり左に回したり。開いた開いた開いた。あ、また鍵があるんだ。へえ、なんじゃこりゃ。チョコレートじゃないよねこれ。え、うわうわ、これすごい。ちょっと落としたらどうするんですか。そう、ウドが持たされたのは金の延べ棒。いくらいくら。一枚一枚にシンソンさんの名前が刻印されており、重さは1キロ。なんとこれ1枚で470万円ほど。落としたらどうするんですか僕が。なあ、うわうわうわ、これ何これ。これ習字の重しじゃないでしょ。重いよこれ。何900人見て900人書いてある。お前こんな持ったことないよ。シンソンさん俺ダメダメ。1億いっちゃった。22キロ重いよ。シンソンさん無理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 。うわー動けない。いやでも動きたくない。すでに1億円以上持たされているんが。今度は銀だ。シンソンさんもう無理だって。見てよシンソンさん、もう無理無理無理。シンソンさんもう無理無理無理。シンソンさんもね、もう無理だって。本当にもう無理だって。もう出さないでください。ちょっともう落ちた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 。結果ウドが持たされた金と銀の延べ棒の合計は1億5000万円。今度はエクササイズだ。だからゴールドジムってあるんですか。続いては愛車を紹介してくれるというのだが。私の車だ。パワーですね。シンソンさんご自慢の愛車とは人気モデルのハマー。お値段1000万円。しかも同じ車を10台注文した。もうすぐ届くよ。なんでなんで。1台ください。10台で1億円。家族や社員にも使わせるという。今度は新しいおもちゃを見せてやろう。こいつは生かすぜ。おもちゃ、ミニカーじゃなくて本物じゃないですか。おお、まあ、サロンカーですねこれ。うわあ、走る応接間。何これ。プレジデントって書いてますけど。これえ、うわ、すごいね。ディスコ、ディスコ、ディスコ、ディスコ天井みたいになってんだ。わあ、すごい LED がいっぱい。流星群ですねこれ。天井には星空を連想させる LED ライト。他にも大型テレビやお酒が楽しめるミニバー、カラオケまでも完備したおもちゃとは言い難い超高級車。シンソンさん、このサロンカーは1台いくらなんですか。1600万円ぐらいしたかな。まあ特別にオーダーメイドしたからな。じゃあ世界に1台しかないわけですよこれ。マニラは交通渋滞がひどいんだよ。そんな時こいつに乗ってればテレビを見たり酒飲んだりカラオケしたり退屈しないだろう。これだったら長いドライブも全然大丈夫ですね。気に入ったか。だったら下にある私のでかい実家に行こう。そこにはもっと面白い乗り物があるんだぜ。それは中古で2000万円で買ったんだ。実にお買い得だったよ。それではここで問題です。乗り物好きのお金持ちシンソンさんが中古で2000万円で買った一風変わった乗り物とは一体何でしょうか。
それでは正解を発表。潜水艇さ、そう、実家にある一風変わった乗り物とは潜水艇。どうしても潜水艇が欲しかったシンソンさんは中古のものを2000万円で購入したそう。ところでなぜ潜水艇？いや、すごい。なぜ潜水艇を買ったんですか？海に沈んでいる戦艦武蔵を見たいんだ。武蔵、旧日本軍の巨大戦艦武蔵のことだよ。ここをフィリピンの海に沈んでるんで、ぜひとも見てみたいんだ。シンソンさん、もっと大きな実家を見せてくれるということで、ウドと一緒に空港へ。空港で行くの？こいつが私のジェット機だ。あ、シンソンさんの、これに乗って実家に行くぞ。すごいな、すごいな。でっかいですね、でかい。空港でウドを待ち構えていたのは1機12億円36人乗りの自家用機。シンソンさんはこうした飛行機を12機も所有、仕事やプライベートの移動に使っているという。さらにもちろん専属のキャビンアテンダントも乗務。向かうのはフィリピン北部の町ビガン。マニラから1時間のフライト。さらなる大豪邸があるらしいが、ウドが気になったのは。どうもシンソンさん、ありがとうございました。はい、どうも。Welcome, welcome. この着陸した空港は、シンソンさんの空港ですか？私だけしか使ってないんだ。シンソン空港、すごすぎるじゃないですか。空港、マイ空港を持ってる人いませんよ、世の中で。定期便がないこの空港は、シンソンさんしか利用していないという。実は世界遺産にも登録されたここビガンの町は、シンソンさんが28年も知事を務めたまさにシンソンタウン。現在は息子さんが知事を務めており、シンソンさん一族とは切っても切れない町なのです。そんなシンソンさんの地元にある実家とは一体どんな豪邸なのか。広いんじゃないの？ここだよ。わー、見上げてる。これすげえ。え、量が嫉妬するまで来たでしょ。キープタッカーでしょ。ビールじゃん。朝日ビールのあの本社もびっくりじゃないですか。金のピカピカの建物がシンソンさんのお家なんですか。そうだ、全部金ピカだな。シンソンさんはやっぱ金が好きなんですね。Gold is beautiful. Gold is beautiful. はい。そう、これこそが地上9階建て2億円以上かけ建設した通称金ピカタワー。わ、上何の？金好きのシンソンさんならではの輝く実家。わあ、なんかどうなってるんでしょう。これすごいでしょう。早速金ピカタワーの中を案内してもらうと。この柱は真珠を作る貝殻のキラキラ光る部分だけを埋め込んで作ったんだ。特注？すごい。それが全部こうマスになって。いやいやいや、これはすごい。この柱だけでも相当ね、お高いんじゃないでしょうか。一本500万円の柱を4本使ってるんだ。一本500万円。わあ。真珠貝の光る部分を職人が一枚一枚丁寧に並べて作られた柱4本でお値段2000万円。そしてシンソンさんが最もお気に入りの場所というペントハウスへ。おろ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 、なんかすごいな。シンソンさんの土地はどこからどこまでなんでしょうか。あそこの白い建物が見えるだろう。あの奥からこの辺りぐるっと一帯がうちの庭ってわけなんだ。もうジャングルじゃない。こと、すごい。じゃあほとんどここで今我々が見ているほとんどの土地がシンソンさんの土地ってことですね。その面積はおよそ30万坪。
東京ドームなら21個分、東京ディズニーランドとディズニーシーを合わせたのと同じほどの敷地、これ全部が新村さんのお庭なんです。ではここで問題です。プールはもちろんのこと、バスケットボールのコートも備えた広大なお庭に新村さんはみんなで楽しめるあるものを作ってしまいました。さてそのあるものとは一体何でしょうか。私の親友のジャックに会ってほしい。会えば答えがわかるよ。ジャック、ジャック、随分仲がいいんですね。ジャックと歌詞かな。ジャックとは誰なのか。コースね、そしたらおジャックニクラス、まさか、ちょっと、ジャック、ジャックって虎なんですか。じゃあこっちに来たまえ。これこそがシンソンさんが最も愛するペットの虎、ジャック君1歳。ミルクあげてみるか。お乳なんかダメだって。待って待って、するよね。もう陣地を上げてみたいが、ちっちゃすぎるわ。ミルクが見てるぞ、来るよ、ビビってるぞ。すいません、ちょっとじゃあ頭この時、ジャックさん、ほらこれだけ頭が当たればいいですか。頭が当たる。そう、シンソンさんは大の動物好き。虎だけで14頭も飼っている。すごい。さらに動物好きが高じて虎だけでなくシマウマやラクダ、ライオンなどを飼い集めているうちに自宅の庭になんと動物園を開園。町の人々に無料で開放し大いに喜ばれているのだ。豚が違うんだね。驚き続きのシンソンさんの実家でさらに驚くことが。ちょっと待ってください、シンソンさん。これシンソンさんとマニーパキャオ。パキャオ、パキャオさん、あれシンソン。すげえ。フィリピンが生んだ国民的ボクサーマニーパキャオ。貧しい家庭に生まれながら史上2人目の6階級制覇を成し遂げ、生きる伝説として絶大な人気を誇る。一昨年ラスベガスで行われたメイウェザーとの世紀の一戦では1試合のファイトマネーが推定150億円と世界を驚かせた。パッキオさんと友達なんですか。ベリークロス。親友だよ。世界を、ね、6階級制覇のチャンピオン、またチャンピオンになりましたよね。すげえチャンピオン。わあ、お会いしたいですね。マニパッキオさんにも。新蔵さん、もしかしたら会えますかね。新蔵さん、パッキオさんに会えますかね。私明日会わせてあげるよ。ところ明日ね。本当だ。本当ですか。ありがとうございます。 Thank you。 どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。わー、すごい悠長な日本語で。なんとシンソンさんの紹介でマニーパッキャオに会えることに。せっかくならクイズを出題してほしい。ちなみにウドにパッキャオについて聞いてみると、世界で話題の人ですよね。はい、伸びるタイプだと思います。何も知らなかった。このままでは失礼になるので、パッキャオの大ファンという勝俣邦和と千原ジュニアにどうすべきか相談。2人からはある手土産を持っていくべきという提案をもらい、向かったのはフィリピン政府のとある建物。実はパッキャオはプロボクサーとしての活動と同時に現在フィリピンの上院議員として多忙な日々を送っている。スーパースターですよ。
こちらがマニー・パッキャオさん事務所です。そんなにいいの？マニー・パッキャオって書いてます。間違いございません。今回は特別にお昼休みの間に少しだけ時間を割いてくれる。おとその時、来た、あ、マニー・パッキャオさんだ。はじめまして。あ、どうも、日本から来ました、キャインの鈴木です。よろしくお願いします。はじめまして。中へどうぞ。快く部屋の中に招き入れてくれたので、改めて自己紹介。すごいな。どうも、はじめまして。マニー・パッキャオさん、キャインの鈴木です。日本からやってきました。コメディアンをやっております。よろしくお願いします。いやなんでそんな髪型してるの？セクシーダイナマイトカット2016ということで、はい、大胆かつ繊細にこの頭を床屋さんでやっていただいております。面白いね。てっきりトマトを食べ過ぎたせいかと思ったよ。またもうパッキャオさんたらトマトも好きですけども、はい、いや嬉しいです。ということで早速勝俣提案の手土産を渡すことに。勝俣邦和さんが選んだお土産がこちらです。はい、うなぎでございます。うな重です。勝俣が提案したのは海外でも人気の日本食の一つ、スタミナ満点のうな重。パッキャオにぜひ食べてもらいたいとこれを選んだ。実は今回食べてもらうのはマニラにあるうなぎ屋さん、うな吉で購入したもの。あるんだね。まず君が味見して。あ、ありがとうございます。あ、私が、あ、私、あ、いただきます。え、いただきます。ありがとうございます。美味しそうなうなぎですね。いただきます。一口大きい。うん、いよいよパッキャオの試食。箸うまいっすね。まずはご飯から攻め、パワフルにかば焼きをパクリ。果たして。おいしい。おいしい。ありがとうございます。おいしい。ありがとうございます。おいしい。すご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 い。すパッキャオの名前を漢字で当て字にしたもの。漢字は外国人にも人気があるはず。果たして気に入ってもらえるのか。漢字とかすごいな。これを一度ぜひ押していただきたいと思います。押せばいいのかい？あ、ぜひ押してください。プッション、はい。おー、出ました。パッキャオさん、はい。おー、出ました。出ました。出ました。押すね。はい、はい、マニーパッキャオと、はい、日本の漢字で書いております。今日からうちの書類はみんなこれを押すぞ。すると、すみません、いっぱい押してもらいました。おー、マニーパッキャオ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 、すごいですね。はい、さらにジュニアのおすすめの使い方がこれ。色紙にサインを書いてもらい、その横にスタンプを添えるというもの。そうです、そうです、そうです、はい。ぜひ、そしてここにハンコですね、置いていただくでしょ。そうだね。あ、はい。いいですね。そこなんだ。そこなんだ。わー、出ました。いただきました。ジュニアさん、パッキャオさんのサインに。ジュニアさんのハンコ押していただきました。いいね、これ。ということでジュニア、憧れのパッキャオのサインがもらえることに。ではここで本題のパッキャオからのクイズ。当てたい。よし、当てよう。実は日本の美女たくさんいるんですが、
ぜひ選んでいただきたいと思います。こちらの方々です。いくえさん、はるきさん、ノラさん、みきさん、あつこさん、りかさん、日本で活躍する、6人の美女の皆さんです。というわけで下村さん、所さん、ここで問題で、はい、スタジオにいる女性ゲスト6名の中でパッキャオが好みに選んだのは一体誰でしょうか。誰だろう。あ、わー、はるきさん、やりました。はるきさん、おめでとうございます。正解は亮がはるきさんでした。するとパッキャオがなんでやねん、じゃなくて。いやいや、ジュニアさん、ジュニアさん、すいません。お財布をハルキさんに渡してほしい。ジュニアさん、すいません。ジュニアさんのハンコなんですけど。え、まさか。もしかして。ハルキさんやってるのか。ハルキさんやってた。